スペイン陸軍における陸軍航空隊は、主にヘリコプター運用を目的に、スペイン陸軍内に編成された部隊の一つ。司令部を、マドリード州、コルメナールビエホに置いている。1965年7月、陸軍参謀本部一般命令165、142に基づき陸軍内の再編成に着手する。この命令により、第1、 ブルネ的講師団の編成内に、軽飛行隊が編成される。同年10月25日に、新編部隊の初期要員を補充し12月29日に、充足される。その後、彼らを中核に少しずつ人員が増強される。1966年3月1日に、全飛行隊に必要な人員を集めるも、最初のヘリコプターを受領していないため航空活動は、 まだ開始できなかった。1965年5月、中央参謀本部は陸軍軍団のために部隊の新設を決定し、第1軍艦区最高司令官の指揮下に第11ヘリコプター隊を編成する。1966年5月27日に陸軍発のヘリコプター基地がマドリード州。 コルメナールビエホに置かれ将来的に第11ヘリコプターを受け入れることになる。1966年7月29日にアメリカからの援助の一部としてアメリカ合衆国陸軍から最初の UH-1B 汎用ヘリコプター2機が到着する。登録番号 ET-201 と ET-206 の2機はウルキホ陸軍大位とベロカル陸軍中尉は 北米のパイロットと共に、ロタ港から操縦し飛行する。整備士のイダルゴ軍曹とエスコバル軍曹も登場していた。8月11日、コルメナールビエホンに到着する。スペインが同系機2機を得た間に、アメリカ合衆国は、イタリアのアグスタ社に、ライセンス生産させた6機の O-13、S ヘリコプター飛べる 47G-3。 ヘリコプター軍用仕様を提供した。第11ヘリコプター隊の初期装備機は3機種を持って輸送、観測及び、連絡任務を担った。同年12月には重大事故を起こしている。UH-1B が墜落し市場員4人が死亡した。1973年3月24日に佐原地域長官参加で、 第2ヘリコプター隊が編成されている。この部隊は現存の第11ヘリコプター隊と関係がなくなっている。1973年3月20日に一般命令172、192に基づき陸軍航空隊の編成が開始される。当初の部隊編成は以下の通り。同年第2ヘリコプター隊はサハラ放棄後に バレンシア州ベテラの基地建設が終わるまでの間、エルコペロ基地に移駐する。1974年に、第3ヘリコプター隊が、ラリオハ州のアゴンシージョ飛行場に、翌1975年には、セビリア県のエルコペロ基地に第4ヘリコプター隊が、編成されている。それ以来、陸軍航空隊は規模を縮小しつつ数度の再編成を経ている。以下は、 陸軍航空隊の編成系統外であるが強い関連性を帯びている。ありがとうございます。